熊代錦は、元宝塚歌劇団男役で、元同劇団理事。花組主演男役、花組、星組組長を務めた後、1989年財団のママ死去、鳥取県倉吉市出身。出身あぜ倉吉成徳学校。愛称稲ちゃん、しずいちゃん、稲子、チャガちゃん。 交渉身長164センチ。姉は、高砂松子。1929年、春の踊りで、初舞台、同期生に、その池恵子、桜久子、千村勝子、東花久美らがいる。宝塚歌劇団19期生。芸名は、小倉百人一首の第24番、菅原道真の、この旅は、平も取り勇えず田向山紅葉の西木神のまにまに、に由来。 なお、戦時中軍の要請で、芸名表記を神代金としていた時期があった。戦前の下級生時代は、ダンサーとして、洋部、日部の名手として注目された。1943年、花組組長に就任、1948年復活する星組へ、組替となるまで勤めた。1948年、星組組長に、 1951年まで組長を務め後、演劇戦火へ移動。演劇戦火へ移動後も、春日ガの八千代らと共に主演級あるいはそれに準じたポジションでたびたび本公演に登場し舞台を引き締めた。1961年、宝塚ギガユーカ伎研究会公演の、鏡山9二式への岩藤を演じ、これにより、第16回芸術祭奨励賞を受賞。 1973年には、歌劇団理事に就任、往年からすれば、出演の機会こそ外なってはいたが、引き続き1980年代半ばまで舞台に立ち続けた。1989年2月23日、万72歳の誕生日を目前に死去。死後、2014年に設立された、宝塚歌劇の伝道最初の100人の一人として、伝道入りを果たした。 1951年、グビジン初演。流放役1954年、君の名は、前列左から、春日の、新たま道代、二式、りリアケありがとうございます。